急がなきゃ遅刻しちゃうよ。もう転校初日に遅刻なんて俺何やってんだよ。もう目覚めたら行く30分前だもんな。あーやばい。第一話バラボン高校へようこそ。なんとか間に合ったけど教室がわかんないな。どの辺なんだろうな。この滝聞き覚えるの理科室から。なんで理科室から。団子三兄弟団子。あれ君今の曲聞いてた。恥ずかしいな。なんだか あの美しい顔は。しかも歌声もいいなんて。俺は担任の田口だ。これからよろしくな。さあ教室に向かうぞ。行くぞ。君の名前はなんだ。田口先生。君の名前はなんだ。僕は代行みたいだな。転校生が来たから、あの前田くんっていう子だからね。あのみんなよろしくね。これウェルカム高校生で書いたの誰かな。先生、高校生じゃ声がさっきと全然違うよ。よろしくね。前田くんって言うから、よろしくね前田くん。さっきの曲。全然違うんですけど。よろしく。ということでね、あの前田くん今日からあのよろしくお願いしましたけど、いじめとかダメだからね。俺この学校でやっていけるかな。前田前田お前前田って言うんなら俺前田よ。同じな名字なんだよ。よろしくな。なんか真剣か湧いちゃってさ。前田くんって言うんだ。同じ名前なんて僕絶対仲良くなれる気しかしないよ。しかも前田義明って言うんだよ。あ、義明って言うの。あ、前田さ、そっちの前田さ、ラーメンとか好き。 あ、俺ラーメン大好きだよ。マジで。じゃあこの後食べに行こうよ。え、いいの。やった。あー、お兄ちゃんだ。お兄ちゃん今帰るよ。お兄ちゃん一緒に帰る。お兄ちゃん見て。なんか急に熱が出てきたみたいだ。ごめんね、今日遊びないんだ。最後の周りだよ、今日は。ずっと待ってたんだよ。もしないからね。なんだよ、こいつも。ずっと待ってたかいがあった。今日もお兄ちゃんかっこいいな。あれ、咳してるけど大丈夫かな。気にしない。じゃあ、なんか熱出たみたいだから。うん、頑張って、前田くん。じゃあね。なんで引き止めてくれなかった。あ、ちょっと待って。あなたもかっこいいね。どうしよう。彼女いるのかな。ねえ、私と付き合わない。ねえ、お兄ちゃん、私と付き合わないって。前田くんと仲良くなれて嬉しいな。ちょっと、私のこと無視してんの。ちょっと、俺も前田くんに言うの。前田って言うんだ。H-A-N-D-S-O-M-E 学園ハンサム。イエーイ。俺らの希望でみんなを釘付けに俺らの行くんだよ。俺らの学園。